それではこれより8月27日、東日本大震災復興支援チャリティープロレス日本武道館大会の公式テーマ曲オールトギャザーの、完成披露記者会見、棚橋宏選手、諏訪間選手、杉浦隆選手、ファンキスト様、ご同席のもと行わせていただきます。まずはファンキストを代表してボーカル染谷さんから。ファンキストのボーカルの染谷です。今回うちのベースの城太郎がプロレスが大好きで昔から見に行っていたつながりで、お話をいただいたんですが、ちょうど4月の頭に、僕らも被災地に行って音楽で何ができるかっていうのをすごく悩んでいた時にこのオールトギャザーのお話をいただいて、やっと僕らもこの何かしたいっていう思いをぶつけられるものがと出会えたということで、すごく気持ちを込めて楽曲を作りました。本当に日本が一つになって未来に向かわなきゃいけない時にプロレス界がこうやって団体の垣根を越えて一つになるということで、すごく、僕たちプロレスファンもこの大会に期待しているし、きっと被災地でこの大会を見られる方も選手の姿に、何度も立ち上がる選手の姿に自分の未来を重ねながら応援する、すごく思い出に残る一日になるだろうということもあり、何かそのプロレスファンの皆さんと選手の皆さんの熱い思いの間を流れる曲を作りたいなという思いから、今回このオールトギャザーという曲を作らせていただきました。選手の皆さんにも歌で参加していただき、何かその僕らは一つなんだっていう強い思いをこの音楽を通して届け、そしてこのオールトギャザーという大会の後押しをできたらなと思っています。はい、ありがとうございます。続いてが棚橋宏選手。はい、新日本プレスの棚橋宏です。先ほど完成した、曲を聴かせていただきまして、とても気持ちが込められている曲で素敵な仕上がりになってました。この曲を聴いた方々には被災地のことを、思って、長く、支援していこうぜっていう気持ちになっていただきたいし、被災地の方々聞いてもらって少しでも、元気に笑顔になれたら、オールトギャザーっていうね、名のもとに、意味があることができたという、そしてこれからね大会もありますんで、盛り上げていきたいと思いますんで、一つよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて諏訪間選手をお願いいたします。はい、全日本プロレスの諏訪間です。俺もさっきですね、楽曲聴かせていただきました。素晴らしい楽曲で、もう本当にかっこよかったです。もうありがとうございます。はい、でその歌詞の中にですね、もう一回もう一回とこうみんなで歌唱する部分があるんですけど、その部分がですね、俺も大変気に入ってまして、プロレスで勝てなかった時とかもですね、この曲でまたこれからもですね、まだまだ力や、ね、元気出せるんじゃないかなと、俺が勇気づけられてます。もう本当ありがとうございます。で、俺もいろいろ仕事があるのもあって、城太郎さん の, 話をですね、本当にプロレスが好きだという話を本当聞いてですね、本当にやっぱ好きな方がこういう曲を作ると本当に素晴らしい、なんか魂の入った曲になるんだなと改めて実感してます。8月27日はですね、この曲をですね、ぜひファンの方も早く、聴いてもらってみんなで歌えたら最高なんじゃないかなと思ってます。本当この曲俺も感動するばかりなんで、皆さん聴いてください。以上です。続きまして杉浦選手お願いいたします。プロレスリングの杉浦です。僕も先ほど音源を聞かせていただいたんですけど、非常にかっこいい本当に曲でありがとうございます。特に選手がセリフ言うところがあるんですけど、
自分のセリフを聞いてちょっと自分で鳥肌が立ってしまって、うわかっけえって自分で思っちゃいましたあの非常に何て言うんですかね、奮い立つような、なんか揺さぶられるようなすごい、音楽なんで、試合当日もねこの CD に負けない、音に負けないぐらいの熱い試合を届けて、少しでも復興支援のお役に立てればいいと思ってます。ありがとうございました。はい、高橋さん、高橋さん、はい、こうなんか、杉浦さん、かたいっすちょっと、いつものないなぁこちらです。お願いします。はい、行きます。はい、ありがとうございます。